ホワイトベース館内放送ですね、えー、今日は火曜日なので、えー、仕入れ情報をですね、えー、やっていこうかなと思うんですけれども、えー、と今日はですね、なんと、今日うはね、もあの最初、市場に入った時点で、あ今日もしかして、1台分無理かなって思ったんですよ、えーまあ、そういう感じだったんですけども、なんとですね、期待を裏切って、面白いバイクが3台も入ってます。 すいません、ね、あのペプシネクストと焼酎を割ったものをいただいていますはいじゃあですね今日の仕入れのまず第1号なんですけどもバンディット 250V 来ましたよやっと来たこれはねあのー、えらい状態のいいバンディット来ましたね はい、な,んと鈴木なんと鈴木です、はい、でもバンディットすごくいいバイクだと思いますよ僕もうねボロボロのやつばっかりなんですよバンディットなんてでその中にあってなんかめちゃくちゃ綺麗なやつが出てたんですね入れてきてしまいました、はい、ただし皆さん、あのー、昔に比べるとちょっと値段は上がってます、はいね、250V の方は、えー、おそらく乗り出しであでも安いな俺高いとか言っちゃったけど 多分35ぐらいで収まると思いますよ、えー、こ,れこれグレーですしかもグレーとかガンメーター 250V で35って多分、まあ、俺が思うに安いと思うんだけどな皆さんどうでしょうね、えーまあ、あの週末にかけてですね、えー、動画を撮っていこうと思います、はい、で次もう1台なんとバンディット、はい、これがねまたいい,いいんです、うん、でマフラーがねちょっと改造されて あの社外マンフラーなんですけどもこれはシルバーですね、はい、でこれはねしかもなあのあそうさっきのバンディット V が、えー、総距離なんと1万 4000km しか走ってないでしかも次のバンディット新型これがね1万 km ちょっとしか走ってないんですよあ両方とも250ですバンディット、えー、で、まあ、これカラーシルバーであの社外マンフラーですねちょっとメーカー忘れちゃったけどもこれまたね綺麗なんですわ、はい、これすごくいいですよ で、これ同じところが出したのかな連番で出てたんでものすごく良かったで思わず入れちゃったんですけどでこっちの値段が、えー、っとおそらくえー、っとこれだからこうして389ぐらいになってくるかな納めで乗り出しですねになってくると思いますはいこれあの楽しみにしてくださいあのとても今まで に入れたですねバンディットの中ではですねかなり綺麗なやつですねさっきびっくりしたのが自分であのバンディット250とか調べると僕の動画出てくるんですよねびっくり本当に申し訳ないと思った本当に。に、ね、で,でそれ以来入れて入れられなかったと思うんです僕ね、えー、っていうのはボロしかなかったし動かないのしかなかったしそんな中にやってなんか 本当にね、セルですぐ指導してあの、リズムが本当にちゃんと吸気バランスも取れてて、しっかりしてるバンディットっていうのが出てて、びっくりです、本当に、マジでびっくりで、しかも両方ともギリギリだけど、40万超えてない、これはね、もう二度と実現できないと思う、うん、これは難しいと思うね、本当、210V なのか。 ちょっとまだ来てないんで、もし来た段階でちょっとパーツ変えたりとかになったらあの若干値段は上がるかもしれないんですけど、それでも40は超えないですね。はい、これはすごいと思う、今回。で、えー、それだけに終わらない最後の1台、なんと、まあいつもの、いつもの車両ですよ。いつものね。いつもの車両ですけども、なんと。 SR の400の4型入りましたよ。4型。ただの4型じゃないんです。なんで今回僕はですね、SR の4型を入れたか、あの、あれです。FI です。FI。FI ですよ。なんでですね、FI の4型を入れたかっていうと、これね、ボディカラーが白いんですよ。まあ、白ってあの、ちょっとクリームがかった白ですね。 あの普通に黒とかそういうのだったら多分僕パスしたと思うんですよでも SR の白ってめったに出ないですめったにない設定自体がもう全然ないから白っていうだけで価値があるんですよあの FI がどうのっていうよりももう白だからっていうので入れました えーとね、24年式の白だから多分シルバーのライン入ったやつですね、えー、ただ、えーとーまあ、ほぼ原稿です新車で出てから2年しかたってないこれだからね RH03J ですねこれちょっと高いですよ、えー、ちょっと高いです、えー、と約40万がですね納めになっちゃいます、まあでも 40だったらありじゃねえかなっていうふうふに思ってまあ僕自身、普段三35で入れてるんで出して30から35でやってね四十40というとちょっと高めかなっていうふうふに思うんですよただ、40で出してもうちの利益もうあの本当に普段やってるのの半分以下ですえだから、これ売ってもあんまり僕、売,売れたらうれしいですけどもあ,のあんまりこう利益はない、え。ー ただ、あのー、ボディカラーが非常に希少なので価値があるのではないかと思って入れさせていただいています。はい、であと、あのーまあ、ちょっとこれから、ねえー、とまあ10年先になってくると思うんですけども、まあ、フュエルインジェクションというのは主流になっていますなので、えーまあ、僕自身です、ね、で、えー、フュエルインジェクションに関してはですね、まだまだちょっと過渡期かなと思うのもあるんですけどもやっぱり。 えと売った上でですねお客さんとこう付き合いながらあのお話を聞いてたりしながらじゃないとですねやっぱりこうロートルな人間になっちゃうんですよ、えー、ちゃんとあの新しい方に対応していくっていう必要もあるので、えーまあ、その中でも SR だったらうち、普段やってますんで、えー、SR だったら、まあ、何とかなるんじゃないかなと思ってですね入れさせていただいてます。はい 白40年、ね、僕、や、でも、ただ、SR の新車の値段がね、いくつらだけ45とかじゃないんじゃなかったっけなぁ。うん、ちょっとね、SR、うん。新車の値段がね、どんなもんだろう。あ、全然だ、55万する。っ <laughs> はすいません、あの、ちゃんと中古なりに安くできてますね。はい。<laughs> 50超えてますね。<laughs> 申し訳ない。えー、い,いい選択肢じゃないかな。はい。走行距離9928キロ。えっ、ー、と、車限は27年6月まで、えー、ついてます、ね。年式は24年6月のリリースですね。これね、僕が思うにめっちゃお買い得だと思います。はい。どうですで、あのー、まあ FY ね、あの中古でどうのって思うんですけども、 まあ、国内のもんなんで部品は出るんですよ、えーで、しかも新しいバイクなんで、ディーラーで、あのーまあ、遠方で、ね、お買い上げいただいて、あのー、その後のメンテディーラーに持ってったとしても、多分嫌がらないと思いますよ、ディーラーが嫌がるのはですね、あのー、10年、15年前のやつを持ってこられるとです、ね、ディーラーは確実に嫌がります、はい、ただ2年落ち、3年落ちぐらいのやつを持っていけば、ですね、あのー、ワイヤースピードが断らないんで。 あ大丈夫ですよその辺はただ、ディーラーのふりをしているディーラーじゃないヤマハって看板出てるだけのなんかあの全然ディーラーでも何でもないようなところを持っていくとですね本当、もういちゃもんつけられますから圧縮抜けてる原て言われますからねいちゃもんつけられてで2足3本でバイク持って行こうとしますからねそこはもう本当に注意してほしい FI というのはフューエルインジェクションですね。はい SR 白を検索したら 3, 月の3型の白の動画が現れたホワイトベースだった本当にすみませんでした <laughs>、はい、あの今回も動画残しますんで皆さんよろしくお願いしますねあいやいや冷たい冷たいあの個人のバイク屋さんが悪いわけじゃないんですよただあのー、やり方が汚いところが多いんでねあのー うちにもよくそういう日がありますけど、やり方い汚いところの中には、ですねあの、まあ、正規店みたいなところでも、場所によってはやっぱ変なこと言ってくるんですよ、だからいろんなお店を当たってくださいね、特に遠方の方はうちであのあのうち、うちに持ち込みいただくこともできないと思うんで、でうちに持ち込みいただいてもです、ね、うちものすべての整備ができるわけじゃないんですね、はい、なのであの、内容によってはお断りしていることもありますけど。 あの飲みながらですみませんね、ちょっと、喉が痛くてですね。ただ、普通に考えて、24年式の、ね、定価55万の 400cc のオートバイが、そうそうぶっ壊れるって僕、ないと思いますよ。だって、SR って、 うちで扱ってるやつっていうのは大体その11年とか14年とかなんですよバリッバリ走ってますからね本当にものによっては3万4万走ってるけどバリバリ走ってるし僕の SR なんか平成4年ですよでも全然あ1箇所も壊れてないええそれが SR なんですよそれの24年式のしかも1万キロしか走ってないね9928約1万キロしか走ってないですからねうん 何,が何,を何を不安がるっていう感じですよね。熱々、だんだん熱くなってきた俺とハローがいるから。まあ、そんな感じのシールです。今日ね、3台だけ。申し訳ない。これだけなんだ。で、SR に関してはもう本当、実験的に有価なんで、えーと、本当にあんまり理財は踏んでませんので、あの絶対お買い得です、これ。はい、絶対お買い得だと思う。あの他の多円相場は知らないけど、多分多円相場でもあれすると、 あの調べると、おそらく確実に45ぐらいいくと思いますよ、えー、あのなんかこういう言い方って汚なおいな、自分で言ってて嫌になっちゃった、はい、あのすみません、価値を決め、最終的な価値を決めるのは皆様でございます、なので、はい、私がです、ねえー、主観で安いとかいうのはです、ね、もうこれで差し控えさせていただきたいと思います、本当に申し訳ありません、はい、お見苦しい今、放送中にお見苦しいところがございました、た大変に申し訳ございませんでした。はい 買いたいたけど、ケッチン怖い。あの、3型以降はケッチンほとんどないです。はい。本当です。ほとんどケッチンはない。あの、3型以降の SR のキックってめちゃめちゃ柔らかいですよ。2型です、ケッチン来るのは。ケッチンっていうのは何かっていうと、あの、キックでエンジンを始動するときにギュッと踏み込むんですけど、そのときに、 あのー、何らかの原因で,です、ね、キックが同じぐらいの力でパーンって跳ね返ってくることがあるんですね、はい、でそれで、あのー、足がですねあの怪我したりっていうのがあるんですけども、はい、昔のバイクで多かった、であとは、まあ、一番きつかったのが。 僕が昔持ってた WR400 ですね、あれでケッチン食らって、その時き生やしたメレルのですね、非常に頑丈なトレッキングシューズの靴底が、ですね、あの、むしれて剥がれたんですよ、で、その瞬間、僕がどうなったかっていうと、僕の体重7 5キロあるんですけど、も、飛びましたからね、ぐってたバイーンって飛んでいきました。ね、本当に。 そう,いうそういうのがありますんでねまああのー、昔のバイクぐらいですよはい SR 今の今の SR はケッチンないですだから今回はねすごくいいシールだったと思うあの全然ノーマークだったけども、ね、バ,ンバンディットが2台も入ったのは嬉しいなしかもすごくいいバンディットですよバンディットのあのエンジンのです、ね、造形美ってすごくいいですよね すごくいいと思うあの、エンジンのフィンの形も芸術的だし、あのなんだろうエンジンブロック、クランクケースのです、ね、形もです,、ね、すごくいい、デザイン的に表現するのは、伊豆淵豊かって感じですよね、うん、パトレイバーっぽい、うん、バリオスのエンジンはバリオス、ね、バンディットのエンジンは非常にパトレイバーっぽいです。うん、なんて言って、ついてこれない人もいるから、やめようかな。 はい、野宮さんがバイク評論家になってるはい私はですねバイクに詳しいただの人です犬が好きな人ですはいその辺そこ,のこ,のこの辺にこの辺からこの辺にいますけどねはいえーとちょっとじゃああのそろそろ質問を読んでいこうかななーんて思うんですけどもえーじゃあ順次質問答えていこうかな 43歳、ひよこライダーさん、バイク乗車中に雷が鳴った場合、に気をつけることは何ですか、えーとですね、うーん、まあ、バイク走行中に当てはまるかどうか分からないんですけども、まあ、一般論で言いますね、一般論で、雷は避けられません、はいあのー、雷の進むスピードは秒速30万キロです、はい、なので、避けられないです。 なのなんですけども、あの雷がですねの避け方、えー、雷をこうね、えー、まあ、まあ、うまくかわす方法、うん、っていうのがですね、まあいろいろ言われているんですけど、まずおへそを隠すはいあ違いますね。はい、えっ、ー、とまず高い木のそばなら安心っていうのがあると思うんですけど、これダメですね。あのこれ側来って言うんですけども、あの、うん 電気というのは流れやすいところを通っていきますだからか雷がです、ね、こここ稲妻型をしているのは空気の中の密度で、えー、違うところをです、ね、中で例えば湿度の高いところを選んだりしているとこういうふうになるわけですね、はい、で、えー、落,下落下するんですけども、あのー、地球というのも帯電してますで雲が帯電してますで最初に来る雷は実は細いんです、はい で細くて下につながるとアースされてものすごい高電圧が流れるんですねその時にピカって光りますあとはあ雷で落ちた時に音がドーンって出ますよねあれのメカニズムってあまり分かってないらしいですよでさっきも話戻りますと木のそばに行くと要はあの木よりも人間の方がですね水分を多く含むので電気流れやすいんですねだから木 木に落ちた電気がですね、木からピョっと出てですね、で人間に当たってで人間をワースにして流れていってしまう,っていう、まあ、これ、即雷らいうんですけどもこういうふうになってしまうものがありますので大体その木からですね、えー、まあ角度的に20度とか30度ぐらい見てでそのぐらいの脇に体を低くしてじっとしているというのが一番いいらしいです。 まあ、例えばそのゴムガッパーを着ていたりとかです、ねえー、していたら安全かとかそういうのはまあ嘘らしいですね、で地面にこうひれ伏してあの伏せしてしまうというのは、まあ、逆によくないらしいです、であとあの雷というのは、雷雲がなくても、えー、場所によっては発生をするらしいですね、えー、で家の中とかあ車の中、飛行機の中とかで、えー、落雷を受けたとしても、えー、全く影響はないというふうに。 言われています。なんで私がこんなことを言うかというと、ですねあ、知ってるかというと、ですね、あのマンバーサスワイルド、えー、日本名で、えー、サバイバルゲームという番組をディスカバリーチャンネルで見て、ですね、そこであの世界一私が尊敬する男、ベアグリルズ大先生がです、ねえー、蛇を渦巻きにしたやつを焼きながらですね、言ってました。はい、ででで、ね、すす。ね。まあそんな感じですで そそうそうバイクに乗ってるときにどう避けたらいいか、あんまり、うん、バ,バイクにそうあんまりこう雷が激しかったら、バイクを止めて、ですね、えー、家の中とかに雨宿りをするとかの方がいいんじゃないのかなというふうに思います。はい、あのーまあ 山の高度にもよるんですけども、私がです、ね、昔経験したのが、富士山にの,ぼの5合目まで登ったときにあの、いろんな入り口があるんですよ、タロ、えーと、ね、太郎坊って言ったかな、ちょっと向こうマイナーな方ですね、で行って登ったら、ですね、まあ、雲の方が富士山より低いわけなんですよ、でえー、とひ低いところで雷が鳴ってるんですね。であの 遠いんです。遠,遠いから良かったです、まあ、近くなくて良かったです、遠いなら,だだだからいいんですけども、も、自分が目で見える高度よりも低いところの向こう側、を下、下の方をですね、髪の雷がズババババーンって行ってるんですよ、うわ、これすげえなと思いました、思って、こんなん避けらんないなって思いました、ですねまあ、あとはあのそう、そんなのが登山中に食らっちゃったら、もう避けようがない、えー、だからあの、バイクでも標高高高いところ、 走ると思うんですけどね、えーあのー、あんまりこう天気がひどいときていうのは、えーまあ、一番いいのが勇気を持って引き返すことです、はい、バイクまっすぐ進むんで、なかなか引き返しきらん,んですけども、引き返しましょうね、はいあのー、ねあの勇気を出して、おばさん、行こう、龍の巣へ、龍の巣がラピュタを運んできたんだ、父さんは帰ってきたよとか言っても、 竜、まあの,の巣で竜を食らったらちょっと気まずいです、はい、こんな感じですね次の次のご質問参りましょうか、はいえー、ペンネームふくふくさん、えー、ホワイトベースにおみやさんの動画はくだらないテレビ番組よりもよほど面白くてためになります くだらないテレビ番組と比較いただいたらまあそうかもしれないですね。はいありがとうございます。はいでもテレビテレビ番組に面白いものもありますんでねぜひ見てくださいね。はい、えー、質問ですバイク全般に共通する話だと思いますが、えー、普段はおとなしく走っているライダーでもたまにエンジンをレッドゾーン付近までぶん回してあげないとだんだんエンジンが鈍くモタモタしてきて高回転がスムーズに吹き上がらなくなるといった話を聞きます。 またその際には平地だけでなく長い上り坂を利用してエンジンや駆動する部位にできるだけ負荷をかけた状態で行うのが良いと聞きました果たして本当でしょうかと未だにこんなこと言ってるやつがいるんでしょうねあのこれ嘘です、はい、こんなこと絶対やんないでください、はい、あの本、ー、当ねんなわけはねえだろっていう感じですね、はい、ダメですよこんなこと絶対にやったら これはね、あの、一番バイクや機械に対してやってはいけないことをやってます。あの、人間鍛えると違いますからね。あの、人間鍛えるときはもう破壊と超回復です。高負荷をかけて、もう高負荷をかけて、ウォリャってやって、たまにウォリって走って、平長ちんたら走るよりも、上り坂をダッシュして、体を鍛え込んで、走り込んでってやれば、あのー、あれですよ、あのー、だんだん、 鈍くもたもたしてきて、えーね、動きが機敏じゃなくなってきた体もだんだん元に戻ると思うんですけどもそれは何でかっていうと人間をですねそうやって鍛えて追い込むと筋,肉が筋繊維が破断しますでそれが超回復ですね、はい、あの筋肉が再生するときに元の筋肉よ太くなろうとします、はい、でそれを利用して人間というのはどん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 こう発達,を発達成長をしていくのとともにですね えー、体の中のーサーキュレーションが良くなっていくって思うんですけどもそらく人間が回復するからなんですよ、ねえー、でこれバイクでやってしまうとバイクって回復しますか減った金属ほっといたら超回復しますかしないですよね、えー、もう高負荷かけてギアが減りました、ね、あのへギアが減ってからから音が言ってきました翌日になったら超回復して馬力上がったよ めっちゃすげえ、すげえぜ、それ、なんか、あのー、一言で言うなら、それは、ターン A ガンダムですね、えー、これ、嘘です、絶対やんないでください、そんなことね、絶対やんないでください、あと、あのー、おとなしく走ってると、だんだんモタモタしてきて、高回転がスムーズに吹き上がらなくなるなんてことはないです、はい乗ってやれば、普通にその状態を維持します、最近、スピード遅くなってきたな、加速が弱くなってきたなって思うかもしれないんだけど、それは、 一言で言いますよ一言で言います、それは慣れです、はい加速度っていうのは慣れてしまうんです、初めて乗ったときはものすごい、うわ、これすっげえ加速って思ったようなやつでも人間はその感覚に慣れます、だから乗ってれば乗っているほどバイクがどんどん遅く感じるんです、遅くなっていくように感じてくるというのは当たり前なんですね、はい加速度は慣れます。はいで 機械は超回復しませんので負荷をかければ状態が良くなるとありえないです。それは絶対ありえないであの。古いバイク、旧車あの、古いオートバイに乗るのにあたって一番いいのはあまり高回転まで入れないこととうう言われています。言われているというか、実際にそういう古いバイクを長い期間維持している人がそう言っているんです。NSR の91年式に新車の時から乗っている人が僕にそう教えてくれるんです。他にも、 古いバイクずっと乗ってて、新車の時新車で買ってずっと乗ってるけども、あんまり回転数高く入れちゃだめだよね、みんな言います。で、僕自身、僕自身の軽トラック、もう18万キロに達してますよ。一回も壊れてないです。何に気をつけてるか、ベタ踏みしたことないです。はい。高回転まで入れたことはないです。高回転ベタ踏みしてレッドまで入れたことないです。まだまだ全然持ちますよ。ええ。 まあパッキン傷んできて若干オイル持ってますけどね、機械的なことは変なことはないですので、もうね、絶対もうレッドまで回したりとか、レッドゾーンって分かりますかなんでレッドゾーンっていうか、そこに入れちゃいけないからレッドゾーンなんです。ダメですよここまで行ったらぶっ壊れますよ。それがレッドゾーンです。言ったことおかしいですよ。レッドまで入れるとダメって。おかしいおかしい。入れても壊れないかもしれないですよ。でも、機械は擦れる、摩擦するものです。はい、摩擦するのが、 より速くなればなるほど減ります、はい、減るっていうことは機械の寿命が終わりを迎えていくその摩擦っていうのはスピードが遅ければ遅いほど回数が減ります早ければ早いほど多く摩擦しますということは寿命を消費しているっていうことなんですよ以上ですよろしいでしょうかねでは次の質問メッセージえー 彼女から連絡がありません、えー、と <laughs> 彼女は多分新しい男がいると思います。なんであの人種は嘘しか言えないんだろう。いろいろありすぎて書ききれません。なんで自分は外人にしか好かれないんだろう。好かれます、はいうん、どうしたらいいんでしょうね。またいい出会いがあるさ。大丈夫、大丈夫。全然、またいい出会いがあるさ。 しか言えないすいませんはいえっ、ー、とジャズのエンジンオイルを交換したのですぐに黒くなってしまいますまめに交換してください僕ねあのジャズマグナ凝ってるときはねもうエンジンオイル5 0 0キロで交換しましたよねそれしかないな原付きですから えといつもお世話になっていますエコカー減税に際して車はエコカー減税があるのですかなぜバイクにはエコバイク減税がないのですか脂肪の多いカルビライダーにも分かりやすい話で教えてくださいうんバイクの税金がもともと安いからはいオッケー だからみんなね、エコカー減税って、エコカーがいくら減税してもバイクの税金の安さにはかなわないんだ。だからみんなバイクに乗ろうね。よろしく。で、あの、バイクの乗ってる人たちに、今更さらこんなこと言ってもしょうがないんだけど、でもね、僕ね、エスティマハイブリッド乗ってますけどもね、エスティマハイブリッドエコカーですよ。思ったほどエコじゃないも。うもうね、なんじゃこりゃって思うぐらい。本当に。うーん 燃費がね20とか30とかいくのかなと思ってたんですけども高速をあのちょいアクセルぐらいでビーって走ってても15とかですよまあ、軽自動車並みになってるとてことはなってるけどただ車重が重いから坂道なんかちょっとでも登ろうもんだったらガンガン燃費悪くなっていくしねでエコカー作ることに対してのそのなんかこう環境負荷の方がよほど高い気がするうん、なんだかねなんだか本当。 やだなぁと思う。エゴか、そうですね。次の質問。えー、同じ排気量のバイクでトルクは各社違うのですが、エンジンのどこの働きがトルクの数値に影響を与えているのでしょうか。えー、よろしくお願いします、うん。考えたこともなかったですね、こんなの。うん。どこの数値だろうな。 ただ、あのー、おそらくですね、えーと、トルクというものが影響を与えるのは、えー、とシリンダーのスピストンのですね、えー、ボアとストロークじゃないかなというふうに思います。な、は、ん、い、でかというとショートストロークのバイクというのは回転数が高くなりますよね、あの要は爆発の頻度が高いので。はい。 なので、えっ、ー、と、高回転数、高回転を稼ぐということは,あは、反目してですね、トルクが下がるはずなんです。ええー。まあ、おそらく、あの、ボアが大きくてストロークが長いエンジンというのはトルクが高いんじゃないかな。例えばですね、極端な話しますよ。えっ、ー、と、船のディーゼルエンジン、大型船舶の船のディーゼルエンジンっていうのは、ものすごいでっかいんですよ。で、あの、回転数がですね、もう、あのー、60rpm とかですよ。ブシャーとゴー。 みたいな感じでなってるんですけども,もうトルク半端ない数字出てますからね、ええ、本当にそれはすごいと思うじゃあ,あのレーシングエンジンとかやっていくとやっぱ回転数あのそのピ,スピストンのです、ね、ストロークを一定に抑えて回転数をタくクしてバーンと上まで上げてくるこれめっちゃ馬力出ますよね、ええまあ、社長取りましたよ、まあ、だからあのボアとストロークだと思います、はい、よろしくお願いしますね じゃあ次のことよくバイクカスタムでマフラーが変えられています、えー、あれによってどう性能が変化しているのかって買う側はどう推測すればいいのでしょうかうーんとねこれ一口では言えないんですよ、えー、とマフラーっていうのはうーん、まあ、排気の音を抑えたり、えー、排気の空気のですね、排気,、まあ、排気ガスですね 排気ガスの流量を多くしたり少なくしたりしています、はい、あれね、一長一短なんですよ、広くしていけば広くするほど排気効率は上がるんですけども、その分です、ね、排気効率がいいということは、捨てる熱が増えるんです。ということは、捨てる熱量が増えてくると、回転数は上がってくるんですけども、効率が下がります、熱効率が下がってしまう。 ということは、低速状態回転数が上がってない低速状態は比較的ですねパワーが下がってしまうんですねじゃあ、絞ったらいいのか、うん、絞るとですね捨てる熱が少なくなるはいだからあー、中低速域での効率が上がるんですけども今度はですね高速域になって流量が増えてくるとですね今度は詰まっている状態なんで回転数が上がりきらないということはパワーが上がらないんですね。はい っていうですすねものがあります一番やっぱね分かりやすいのが、あの純正のサイレンサーうるさいで山の中とかでやってほしいんですけども、もあの純正のサイレンサーをぺっ、ね、て外して、でですねそれでバイクに乗ってほしいんですよ、そうすると、あれあれって音はうるさい、なんかすげえ吹ける気がするけど、なんかこう、ゼロ発疹の出だしのところで、なんかあれあれなんか半クラ長な長ーなみたいな感じになるんです。ね で、それしばらく1時間ぐらいそれやって走ってみてほしいんです。で、その後おもむろに純正マフラーをスコってつけてですね、スタートしてみると、ガクーンきますよ。あれこのバイク、あ、俺こんなに、こんなにパワーがっていうような感じになります。はい。だから、実際理想的なのは、あの回転数、エンジンの回転数に応じて、えー、キャブレターもマフラーも、光景が変化するものがいいんですね。 高回転域は大きくなって、低回転域は絞るっていうような構造がついているものがいいんですけども、それをですね、疑似的に成功させているのが、FZR に装着されている EXAP システムとかですね、VMAX についている あの旧機だと V ブーストシステムとかですねあとはあのキャブレターが2つついているバイクですね、A、GB の初期型とか SRX とかですねあの辺りがまあそれを仮想的に実現しているものですで実際、本当に完璧に実現させようと思うと飛行機の,あの,ジ,ェット機あのジェット戦闘機の後ろでノズルがこう可変的にカメラの絞るんじゃない複雑な構造をしたノズルがこう大きくな小さくなったりしています。 あそこまでのものをつけなくちゃいけないんで、正直コスト的にそんなことやっても意味がないなっていうことでなされていません。だからマフラーを変える場合っていうのは、自分の好みの回転数のパワーをどういじりたいかっていうのをポイントにやっていかないと、まああの、マフラー変えれば早くなる、イコールって思っちゃうとですね、確実に失敗します。パワー下がります。はい。ですね、純正が一番だなってなっちゃいます。特に、あの昔のマフラーね、 カカーカーとかねデビルとかね、あの辺になると変えると遅くなったりしますからね、本当にうるせえだけで。 だからマフラーを変えればいいかというのない、通帳の場合で言うとチャンバーというのがついていますで、チャンバーというのはですね、形が変わるとですね、キャブセッティングを思いっきり最初から見直しなので、むっちゃんこも,うも,もう面倒くさいし、スクーターでやるとですね、ウェイトローラーとかプーリーとかも変えなくちゃいけないので、それも一発で終わらないです、何個も何個も買ってい,いっぱいお金払ってで、バラして組んで、バラして組んでを繰り返して、えー、ようやく、まあ、アイドリングから発進のところはちょっとおかしいけれども、高速域では前よりスピードが10キロぐらい上がったかな。 っていう感じで落ち着くと思いますよ、ね。その頃には5、6万使ってると思いますけどねえ。それでも良ければやってください。はい。というような感じですね。はい。ひよっこライダーさん。野メさんは GGR を不動,不動車からの直して乗ってるというお話をされてましたが、一般人もできますかえ安く抑え,から抑えたいからというよりも、メカが好きだから動かない状態から動く状態にして乗りたいからという感です。うーん。 運次第です機械はですね、うん、絶対直せます、はい、絶対直せますので、やってください運と愛情、根性、お金次第でもそのうちですね、えー、不動車から完成した頃にはですね、えー、最初から状態がいいやつを買った方が値段が安かったっていうぐらいかかってると思いますよ不動車直して、えー、乗って楽しめるのはです、ねえーまあ、シングルまでシングルの空冷まで、うん、まあ、うんそうだな水冷もギリギリいいけど エンジンが手で持って下ろせるクラスまでと考えてください。はい。頑張ってくださいね。えー、というわけで、館内放送やってまいりましたけれども、時間だったんで終わろうと思いますが、えっ、ー、と、今日ですね、入ったあ商品でご興味のある方、まあ、明日ちょっと休みなんで、えー、先行して知りたいという方がいたらですね、メールの方を入れておいてください。よろしくお願いします。はい。今日も夜遅かったんですけども、ありがとうございました。